そして一つご報告があります。プロ野球というとても厳しい世界で29年もの間プレーをし続けた中島健人コーチが現役を引退します。本人たっての希望でこのチームの大事な時期全てが終わるまで誰にも話さないでくださいと言ってきました。チームに迷惑をかけたくない中島コーチらしい言葉です。しかしそんなわけにはいきません。野球界にそしてチームに本当に大きな貢献をしてくれました。ただただ感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。身内ではありますが、サメ、長い間本当にお疲れ様でした。ありがとう。皆さん、その思いを込めて中島選手にもう一度拍手よろしくお願いします。
不安がいっぱいですけど。中島選手、29年間本当にお疲れ様でした。ここで中島選手の同郷、秋田県ご出身で阪急ブレーブス時代にバッテリーも組まれました山田久志さんがこの日のために来場いただきました。山田久志さん、中島選手、ホームベース付近にお住みください。山田久志様より記念盾が贈られます。山田様、ありがとうございました。続いてチームを代表して大野選手会長より花束の贈呈です。大野選手、お進みください。ありがとうございました。そしてもう一方、札幌ドームに駆けつけていただきました。2006年、2007年ファイターズ優勝の立役者、中島選手とは抑えの場面で一緒にバッテリーを組んだマイケル中村さんがオーストラリアから駆けつけてくれています。マイケルさんから中島選手へ花束の贈呈です。ありがとうございました。中島コーチは絶対に話をしないというふうに言ってたんですが、皆さんは中島選手の声が聞きたいはずです。サメ、一言お願いします。29年間本当に長い間野球選手をしました。一つも悔いはありません。やり尽くしました。本当に人に恵まれ、いろんな人と会いましたけれども、皆さん本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。最後に僕を福岡に連れてってください。そして日本シリーズまで連れてってください。お願いします。
中島選手、現役生活29年、本当にお疲れ様でした。ここで中島選手、ファイターズナインが場内を一周します。次なる戦いに向けて中島選手、そしてファイターズナインに大きな声援をお願いいたします。さあ、ということで、ま、今日はホーム最終戦、ま、そのセレモニーも行われて、ま、そしてサプライズという形で水山さん、ま、かたくなに誇示していた、中島バッテリーコーチに対する引退セレモニーというのも行われましたね。そうですね、うん、まあ最終戦のセレモニー、はい、そしてこの引退のセレモニーとね、まあ野球は感動を生むスポーツだなと改めて思いましたね。まあ、29年間という実働、まあ、これプロ野球大記録になるわけですけれども、まあ、本当にあの最後本人がやり尽くしましたという言葉を聞いて安心しましたけどね。そうですね、まあ、それはもうそれ本人だと思いますよ。29年間ね、はい、できる人なんていませんし、それを最後の最後までね、プレーできたんですからね、うん、まあ、もう本当に一つも悔いはないと思います。阪急ブレーブス時代の唯一の生き残りということでね、まあ、本当にある意味貴重な貴重な現役選手ではあったこの中島聡選手ですけれども、まあ、今日限りで、まあ、選手としてのキャリアは終わるということになりました。